ご紹介いたします。レスリング競技。フリースタイル。五十七キログラム級女子。金メダリスト河井梨紗子選手です。それでは河井選手から。二大会連続で金メダルを獲得し。一夜明けた感想をお願いします。はい、えー、今朝、えー。まあ、昨日試合して、今朝起きて。メダルを見て。改めて、あの、重たいなと。 本当に金メダル取れてよかったなと思いましたありがとうございましたそれでは質疑応答に移らせていただきます質問の際はこちらから指名させていただきますのでご所属お名前を明らかにされた上でご質問をお願いいたしますまたオンラインでご参加の方はチャットから選手団会見用登録 ID 番号ご所属お名前の3点を記入し質問をご送信くださいそれではご質問のある方は挙手をお願いいたします お願いします。左側の最前列。おはようございます。ラジオ局日本放送の遠藤と申します。まずは本当金メダルおめでとうございます。ありがとうございました。あのー、レスリング界のまあレジェンドとしてずっと伊藤選手ですとか吉田選手がずっと伝わってきてもうこうなってくると川井選手もそれに続く新たなレジェンドというふうに我々も取り上げ ってしまいそうな感じではあるんですが、それはあの飼い選手からすると。いや、もう、もっとやってやろうと、その期待に応えてやろうという部分があるのか。いや、ちょっと困ったなあっていうちょっとプレッシャーなのか、それをちょっと教えていただけますでしょうか。そうですね。あの、本当。自分もっていうよりも。その沙織さんだったり、香織さんっていうのは、もう。どれだけ私が追いかけても、追いつくものではないと思ってて。 なので自分があの人たちのようにっていうよりも追いかけたいので厚かまううしいっていうんですかねなんか申し訳なくなるんですでまあ私は私らしくやっていきたいなただ、偉大な先輩方と同じ時代にレスリングできてたことは本当に私にとって大きな財産なのであのこれを。 またさらに私より下の世代につなげていけたらいいなと思ってます。ありがとうございます。さらに楽しみがつながりました。ありがとうございました。他にご質問いかがでしょうか。お願いし後ろの。報知新聞の大谷と申します。トキメダルおめでとうございます。えっと金メダル改めて見て重たいなと。 えと思われたということなんですけどもいろんな意味があるかなと思うんですけれども重みっていうのはどういった重みですか、はい、あの重さも、まあ、あのもちろん重量感もすごいですし表彰式でこのメダルをもらった時にリオからの5年を思い返してあ本当にいろんなことがあったなと、まあ、その結果が今日この日につながってよかったなっていう重みと何か。 そうですね、この5年間のいろんなことが詰まってる重みだなと思いましたなんか特に思い出された場面ですとかっていうのはありましたか特になんていうんだろうこれっていうのはないんですけど毎年毎年、まあ、世界選手権だったりとか妹の由香子と一緒に東京オリンピックに出るっていう目標を掲げ,掲げながらやってきてたので本当毎年なんか毎年苦しくて毎年 うん大変な思いをしてやっとここまで来たなっていう思いです。もう一つあの表彰式の後に、えっとゆかこさんとまあ会見も望まれてたと思うんですけども改めてこうお話しされる機会っていうのはあったんでしょうか。えっと表彰式の後とかってことですか。そうですねこう朝とかこうあ,<に>あ今日今日の朝ですか。とかですねはい。 そうですねあの今日の朝というか昨日の夜私の表彰式が終わるのを待ってくれてという過去がでその時にふた二人でメダル並べて写真撮ったりしてあもう本当良かったねというかいやこれがずっと言い続けてきた夢が現実になって本当もう良かったねっていうふうに話をしてましたありがとうございますありがとうございました他に会場からご質問ございますでしょうか。 最高列真ん中の最高レ、えー、います決勝戦について簡単にお伺いしたいんですけれども対戦相手のクラチキナ選手非常にあのタックル鋭かったなという見てての印象だったんですけどそれを本当に川井選手見事に防いでいたなと思ったんですが何、えー、か策というか対抗しようといういわゆ なんて策って言っていいのでしょうかあのプラン作戦プランというのがあったらお伺いいできればと思いますあの作戦というのはなくてただ、自分のスタイルレスリングのスタイルを6分間貫き通そうという気持ちで挑んでするとあの相手のクラチキナ選手も本当にあの絶対に勝つという気持ちを組んだ瞬間、感じ取れるくらい力も圧もあって私ももちろん負けたくなかったので。 本当あの気持ちのぶつかり合いというか、本当6分間それを感じてて。あの。なんて言うんだろう。初めて戦った選手ではあるんですけど、本当にあの。決勝戦の相手として、本当にあの。強くて、素晴らしい選手と試合できたなって思います。ありがとうございました。それでは、一旦チャットからの質問をお願いします。読売新聞。 大賀さんお願いします。一問ずつお願いできますでしょうか。大賀さんお願いいたします。聞こえますでしょうか。はい大丈夫です。あはい読売新聞の大賀と申します。よろしくお願いします。試合直前にですね、えっ、ー、と客席にいらっしゃった妹の伊加子選手と、えー、目があってこううなずいていたように見えたんですが、何かその際どんな気持ちでいらっしゃったのかを教えてください。 はい、あの無観客ではあったんですけど、近くに友香子がいるっていうのを確認して、まあ、ちゃんと友香子も見てるよっていう合図だったかなと思ったので、私もうなずいて、しっかりやってくるっていうふうに、大賀さん、続きまして、もう一問お願いします大賀さん。ありがとうございます。 もう一問質問させていただきます。えっと地元のつばた町では多くの方があの応援されていたと思います。何かあの地元へのメッセージがありましたら教えてください。はい、あの地元の方々には本当にいつも温かいご支援いただいて、もう帰るたびに本当にあここの出身でよかったなと思うくらい本当にいい方たちばかりに溢れているので、まあそういった皆さんに。 いい報告ができて本当に嬉しく思います応援ありがとうございました大賀さんよろしいでしょうかそれでは、えー、次に他に会場からご質問ございますでしょうかじゃ真ん中の列の石川テレビの飯田です金メダル本当におめでとうございます あの今、地元の津幡町のお話ありましたが、えっと、地元のベルギーワッフル屋さんだったりあとお母さんの手作りのミルクティーなど、えー、今大会梨紗子選手にとってどんな力を与えてくれたでしょうかはいあのもちろんワッフルも持ってきて食べてであの出身の小学校の子たちからの寄せ書きの国旗かな、うん、をいただいたりとかあの本当 直接は見てもらえなかったんですけどそういった形で本当にたくさんの応援が届いたのでもうありがたいの一言ですね、はい、あと、お二人を応援されている中であのお二人とも親交が厚い幸田久美さんも SNS で祝福されていたと思うんですけれどもあの梨紗子選手にとって幸、えー、田さんの存在、曲というのはどんな力を与えてくれたでしょうか。はいあのー そうですね。国内予選オリンピックの国内予選一旦もうやめてしまおうかと思ったときにそ、そうですね。声をかけ声をかけてくれたっていうか、まあ高田さんはレスリングをしてるわけじゃないので、うんなんかなんていうんだろう。私もなんかそのやめようと思ってるっていうな,なんていうんだろう。ポロっと言っちゃってそれを。 ただ幸田さんは音楽の世界の人でまあその幸田さんの立場からの考えを言ってくださってなんかそれがすごいなんか音楽とレスリングって全く別物だと思うんですけどそれがすごいしっくりくる言葉があってなんかもう一回やってみようかなって思わせてくれたのがまあ家族ももちろんですけど家族と幸田さんとまあその他身近な人たちだったので本当に。 高田さんのおかげでここまで来れてるっていうのは本当間違いなくて、曲にも励まされてますし、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。ありがとうございました。他にご質問いかがでしょうか。右手の手… AP2C 社の赤井と申しますこの度おめでとうございます今回のオリンピックはコロナのために延期があったり無監修だったりとかすごく大変だったと思いますけれどもあの兄弟でだったからこそ頑張れたというところがございますかもしあったら教えてくださいそうですねあのコロナが広まってオリンピックが延期って決まった時には本当にこのままで オリンピック開催できるんだろうかだったり自分が1年先まで頑張り続けられているんだろうかっていう不安があったりしたんですけどまあそのたびにまあ私一人だとそのまま落ち込んだままだったかもしれないんですけどそれをゆか子がまあ励ましてくれたりとか頑張ってる姿を見せてくれて自然と自分もやらなきゃっていう思うような環境環境というか状況だったので本当にゆか子がいてくれたから。 ここまで持ってこられたなと思ってますありがとうございました他にご質問いかがでしょうか たびたび失礼します日本放送の遠藤と申しますあのちょうどあの今夏休み期間中ということもあってですねあの子供たちも結構見てらしたと思うんです川合選手の金メダルの瞬間も含めてですねでこれがですねまたあのレスリングの普及とかですねそれこそ、えー 男の子、女の子関係なくです、ねえー、子どもたちがレスリングを始めてみようかなというふうふに思うということは非常にまた競技人口が増えていくということにプラスに働くと思いますし河井、えー、選手もそういったことにまたご尽力していただければと思うんですがそういった子どもたちにまあエールを送っていただきたいのと改めて河井選手にとってです、ね、レスリングの魅力を一言で言うとどうういったものになるでしょうか、はいあのーまあ、今は本当、この年になってもう本気でオリンピック目指そうと思って。 やってるとレスリングの面白さっていうのは本当最後の1秒まで勝敗がひっくり返ったりだとかそういった部分に魅力を感じるんですけど小さい時はまはオリンピックを目指してたわけでもなくただひたすらあの小さな大会でも負けたくない勝ちたいっていう思いでやってたのでただた、だその小さなことの積み重ねがだんだん大きな夢に膨らんでいったりとか広がっていくと思うので、ま。あ レスリングに限らずスポーツだったりとかもいろんなことでそれは言えると思うんですけどそのきっかけの1つがレスリングだと本当嬉しいなと思っていてでそのきっかけが私のテレビを見た私の試合をしているのをテレビで見たからだったり私が吉田沙保里さんや一かおりさんのアテネオリンピックの試合を見て私もいつかはって思ったようにそう思ってくれる子どもたちが今いてくれると本当嬉しいなと思いますあと一言で魅力を。 言うならん。魅力そうですね、あの。やればやるほど、奥が深く。いつまで経っても分かり、レスリングって、一生分かんないなって思いながらやってるんで。なので、余計に知りたくなる。そういうのが魅力なのかなと思います。どうもありがとうございます。ありがとうございました。他に、ご質問いかがでしょうか。それでは。 以上で記者会見質疑応答を終了させていただきます河合選手の今後ますますのご活躍を記念いたしますこの後は準備が整い次第フォトセッションに移らせていただきます河合選手そのままお待ちください新型コロナウイルス対策のため今お座りの席からの撮影とさせ,させていただきますのでお席の移動はご遠慮ください